はい皆さん、こんばんは。ホ、え、ワ、ー、イトですス館内放送ですね。き、えー、今日ですね、あの爆音のイベントに、えー、一緒に行ってくれた方、どうもありがとうございます。はい爆音のあの奥多摩あの、東京には奥多摩っていうところあるんですけども、あのそこであの漫画のこの爆音ですね、これ、これの交通安全イベントがあ,のあったんですよ。で、あのうちの方でもですね、一緒に行きませんかとですね声をかけたところ、なんと、 あの240台を超えるバイクがですねあのお,お店の前にずーっと並んでですねでみんなでこう駆けつけるっていうですね、はい、そういう,こう大ツーリングになったんですけども36台ですねはいすみません <laughs> なぜかですね到着する頃には何台か増えてて、えー、40台ぐらいになりましたね、はい、で帰ってくるときにはあのカウントしてたんですけど、まあ、5060ぐらいの方がお店に。 あの50、60歳じゃないですよ、50代、60代、50歳代、60歳代じゃないですよ、はい、50, 50代、はい、から60代に及、えー、ね。台数がですねあの、車の方も含めてですけどもあの、お店に来てくださいました、ありがとうございます。 で今回はですね、あのうちのお店でも、あの、まあ、な,なんかちょいちょいしたものをやろうということで、あのうちの中古パーツのフリマなんかをやってみたりとかですね、あとあのポルシャスとかあの入荷してたので、でそれのですね、あの新商品販売とかをさせていただいたんですけども、あの結構ですね、みんな、 わわらわら楽しんでもらって、で一緒にご飯なんか食べに行ったりとかしたんですけども、非常に楽しかったですね。で、まあ、あのー、本当、来てくださった方、はい、あのありがとうございます。で、あのー、で、僕、動画で一応、あの、ちょいちょいレポっぽいものもあげたんですけど、あのー、ね、えっ、ー、と、こんな感じの、僕、この、この、このイラストをもらっただけでも、僕、良かったかなって思ってます。はい。なんか、あのー、 ちょっと雰囲気違いますよね、コミックの方とね。あの色使いとかもすごくいいなって思います。で、あとね、あの、図書券配ってましたね、図書券、無料配布です。でも、あのオンラインショップの図書,図書、オンライン、最近ね、書籍もオンライン化してますよ。拡大できるからいいなんて言われてますけどね、タブレットで見ると、あの字が小さくて割って広げられるからいいなんて言われてますけどあれのあの無料、えっ、ー、と、600円分の,あのチケットが、うん。 ババンバン配られてましたね普通にお得だなって。で、それをこう使うとですね、あの、コミック、何冊かこう読めるっていうですね、はい、案内がありましたね。で、<laughs> あと、いつものステッカーですね。であと、あの、マグネットの配布。で、あのー、たぶん、マグネットの配布は今回が最後なんじゃないかなっていうふうに、その筋の情報もでは言われてはおりますけれども、定かじゃないです。でも、もしかしたらそうかもしれない。 結構ね、このこのステッカー僕好きなんですよ、ね。前ももらったけど、えー、っとね、どっか貼ってあるんだけど、はい。ねそよ風ぐらいがちょうどいい。今日もライム先輩来てましたよ。はい一緒に写真撮りました。あの、そうで、会場、あの、イベントの中での様子なんですけども、 あのまあ、毎回です、ねえー、来てくださってる方、あとあのライブ先輩も毎回い,いらっしゃってますけども、お目にかかれて、であとその僕自身おそあの、これは誇張じゃなくて、ですねお目にかかれたその視聴者の方々、一緒に行った方じゃなくて、向こうでもあった方、あの遠巻きに見てた方、えー、直接声をかけてくれた方、あのそれをこうまた遠巻きに見せた方も含めて、ですね本当冗談抜きで、 多分100人ぐらいはホワイトベースの視聴者にこう顔を見せられたような気がするんですよ。いや、絶対そうだと思う。あの声をかけてくれた人とあの一緒に来てくれた人と一緒に来なかった、一緒にあの帰,帰ってこ来なかった、その場で解散した人とかあの、遠くの方で見てる人とかも含めると、絶対100人は行ったと思うんですよね。これ誇張抜きです本当に 本当にで、あのーなんかね、自分も非常に貴重な経験をさせていただいたんですけども、まず朝からサインを書きましたね、色紙,色紙とマジック持ってきて、サインくださいって言われた時に、なんかもう、なんかこの真っ白な色紙を私の汚い字で汚すということが、なんと罪深いことかというふうに恐縮しましたよ。

何もしないでいつものトイレの前のベンチのところにいてもですねあの話しかけてくださる方いらっしゃるんですけどもあの各ブースに行くじゃないですかでブースごとにやっぱりそこに興味がある人がい,るいますよねで僕がそこでこうやってこうやってこうやってぼーこうなんかあるこれこれ見てるとそこのブースに来てる人もやっぱこう話しかけてくれるんですよで話しかけてくれてるところの後ろの方であっ何かホワイトベースの二宮来てるみたいだよみたいな話がこう聞こえてきたり ししたりとかしてあのいやあの本当にね可愛いコスプレのあのあの女性の方ですよ <laughs> あのがあのあ別に他のコスプレしてる人が男性だとは言ってないですよあの,の女の子で可愛いコスプレをよくしてるあの人とかもいるんですよでなぜかあのそういった 方よりもあの私の周りにですねあの結構輪を作っていただいてですねみんなでこう写真をこう順番こうに撮ったりとか握手したりとか、ね、あの抱きしめたりとかして、ね、ですねなかなか異常に盛り上がっててすっげえ楽しかったですね。はい、あのなんか結構うわーって反応返ってきてあやばいなこれ俺なんか今回一番盛り上がってるかもしれないっていうぐらいちょっと楽しかったですね。で僕あの結構あの 恐,恐縮だったんで、あのほらブース展示し,してる人が一生懸命いるところの前であの、人だかりを作ってしまったんですよ、恐縮だからですね。で、一緒に写真をあの撮ってほしいとおっしゃってくださる方にちょっと言ったのがですねあの、いやいや、本当、あの僕なんて、あの本当,本当あの、いつも店にいるし、こんなあのおっさんと一緒に。 写真とか撮るよりもあ,のあ,あそこですごいかわいい女の子があのコスプレしてるしあのあいう子と一緒に写真撮った方がいいんじゃないですかみたいなことをついポロッと言ってしまったんですねあのそしたらですね彼が言ったこと「いや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 あんなの今日だけじゃないですか」って言ったんですよいや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  あんなの今日だけじゃないですか、ね、めっちゃ可愛い女の子,の子がすごいあの短いスカート履いてるのにこう一別もしないでこうぼなんか言ったんですよね僕のその話に対してですね。かっこいいって思いましたねあのそれがあの自分に対してのコメントとかそういうのをこう差し置いて全然こう置いといてなんかねあのー。 コスプレ女子にこう安易に鼻の下を伸ばさないっていうその姿勢にですねもうなんかこうあ「あなたサウザーですか?」みたいな感じで「ひかぬこびぬ帰りみぬ」みたいな感じですよねあのー、それをこう言われた時にいやなんかあのう嬉しいし頭下げたくなるみたいな感じですよねいやもうほんとありがとうございますいやあのねえ もう,いやもう僕、本当になんかな,なんんかかですか、あのー、いや身の程をわきまえるというかですねな,なんだろう、まあ、自分自身やっぱ一般人のつもりなんで普通,普通なんですよね,でやっぱねあのすごいこうアイドルっぽい子がいたりとかすると結構あのああすごいなとか思っちゃうんですけどもそっちに行かずにあえて僕の方に来てくれていやもうあっちなんかあんなの今日だけじゃないですか。 うわーといやもしかしたらですよあのその彼は2次元が好きなのかもしれないでもコスプレしてる女の子は割と2.5次元じゃないですかでそこに対してこうねぽろっと行かずに「硬派ですよね」いやーな,なんだろうあの一言はすげえ感動したなんかあこういう人もいるんだなっていうふうに。 あのまあ、きっとおっしゃった方はこの放送をご覧になってあ俺かなって思うと思うんですけどあのいやそのぐらい僕は嬉しかったですはいやっぱり自分自身あのわか,かるんですよやっぱあのこうやって画面の中の人間なんであの見る人からしたらあ一時の娯楽かもしれないしあの要はね どんだけ好きって言ってくれても例えばあの私がですよいくらこうねインドカレーが好きいくら寿司が好きラーメンが好きって言っても1年間毎日同じもの食えないんですよ。いろんな好きなものがあってでそれをこうカッコつまんでってで、まあ、しばらくあれ食ってねえなってこともなるかもしれないしあの自分が画面の中の存在であるっていうことはやっぱりそれと似たようなものだと思ってるんですね。 で、その中でですねこう、結構長い期間ずっと応援してくれてでなおかつですよなおかつですよ目の前に美女がいるのにも関わらず「あんなの今日だけだから」って言って僕の方にガツッと来てくれるっていうのがめっちゃ嬉しかったですね。 もう何よりも今日ベーコン食べられなかったとかもそんなの吹っ飛ぶぐらいですね、あのー、今日は良かったです。いや、ベーコンなかったんですよ。あのー、前はね、イワナとかベーコンとかあ,のあったんですけど、あのー、なんかね、今年はちょっと、今回ですね、なんかちょっとそれは出なかった、うんでそ。それ残念だなって腹減ったなっていうのもですね、結構すっ飛んじゃうぐらい、その一言がすごく嬉しかった。い、う、ろ、ん、んな方に激励いただいたんですよ。 あの本,当あの本当に100人近い方からですねあの激励いただいてあの私を囲んでくれてる馬が何重にもなって,なってたんですよ。であの直接話してくれる人それからその直接話す人のこう順番を待ってくれてる人でそれをこう遠目に見て。 あのあ、二宮だって言ってる人と、さらにそれを遠目に見てこうあ、どうしよう、どうしようあの、行こうかな、どうしようかなってなっちゃってる方も、うん、ちゃんと見てましたからね、全員、こっちからむしろ行きたかったです、本当、何十人もこう輪を作っていただいて、非常にこう温かなあの一日を過ごさせて、いやむしろ暑かった、うん、暑い一日を過ごさせていただきましたね、本当になんか、なんかこういうのいっぱいあればいいのにって思いましたけど。 でやっぱ特にあの教習所動画、ですね,教習動画ですねあの僕が撮ったやつあ、去年の10月撮りましたけども、もあれの,あの反響が出てくるのに、僕、3年ぐらいかかるかなと思ってたんですよで、それがもう1年経たないうちに、ですねあの動画をあの教習所であのいっぱい見ましたっていうふうに言ってくださる方が、です、ね、やっぱ今日も何人もいらっしゃって、あのやっぱ女性の方が多かったですね。はい、あのやっぱ えと非力な方とか、体力的に自信がない方とか、ですねだからゴム巻いてあの、起こせたよっていう方とかですね、あのー、励ましていただいていや、本当になんかやっててよかったなっていうふうに思いました、あのやっぱ今回もですね再生件数でしかない方々とあの直接こうお目にかかれたっていうのは、ですね非常にこう自分にとってよかった、き、うん、ですは、ね、僕1人で行ったんですけど、でまあ、お店はですねスタッフ守ってたんですけども。 あのみんなも連れて行きたかったなぁと思ったしで、あのわざわざですね。会場から来て、あの僕らのあの全員の相手をしてくれた皆様もですね。非常に本当今日ありがとうございます。あ、もうすごくすごく良かったっすね。道もめっちゃ空いてたし、天気もすげえ良かったしはい。 あの今日天気悪くなるはずだったんですけどもあ、悪くなるっていうのを聞いてたんで、ちょっとあの僕ああのその、その筋のですねあの関係に電話して、ですね、あの,今日の天気をちょっと変えておいてもらったんで、その代わり、あと、あの皆さん、申し訳ないですけど、あとあの、2、3回休みに雨が降るっていう風にですねちょっと引き換えちゃった、10日交換しちゃったんで、はい、雨が降ったら、まあ、あっ、二宮がらせいだなとか思ってください、いしょうもないですね。あの 爆音のイベントを無事にです、ね、終了しているんですけども、あのもしですね、えー、今日ご参加なさった方で、えーまあ、この動画をご覧になっている方でもいいんですけども、あの今日楽しかったよ、面白かったよっていうのをです、ね、ぜひあの東京都、東京都と警視庁がやっているイベントなんですけどもあの、この東京都西多摩建設事務所、えー、奥多摩出張所と。 これは、あのこれステッカーに書いてありますけどもえ、あとはまあ、あと警視庁でいいのかなうん、わかんないですけども、あの、多分どこに送っても届くと思います。えー、今日本当楽しかったっていうようなことをですね、感想を本当に2、3行でもいいんで書いて、えー、送ってほしいんですよあの。っていうのは、こうした、あのー、と、 つまり、えー、警察、えー、国がやってるイベントっていうのは、あのー、正直、その存続自体がですね多数決になるんです。分かんないですよ。僕予、予測で喋ってますよ。多数決になるんですけども、賛成多数が圧倒的じゃないといけないんですよ。圧倒的。分かりますか、あのー、要は、中には心ない意見もあるんです。心ないコメントやメール。 心ない誹謗中傷クレームみたいなのもあるんですよ。私に対してもあります。私に対してのことを東京都に送るやつもいます。はい、ほ本当にですね。そういうのがあるんです。ただ、送られた方はそれの真偽をですね。それが嘘か誠か言ってる人が本気か。嘘か、えー、言ってる人が妨害目的でこう賑やかしで言ってるのか？はい。あの2ちゃん、でんま釣りが起きてるのかどうかはい。そんなのですね。 は判断して振り分けたりとかできないんですよ。別にそれはマンパワー的にじゃなくて立場上できないんです。例えば警察に通報しました。100ともしました、ね。で、それを警察が聞いて、あ、これは別に行かなくてもいいかなって言って、行かなかったりするってできないじゃないですか。それと同じ理屈なんですよ。消防車、救急車呼んで、あ、ちょっとあの人いつも変なこと言ってるから今日行かなくていいよ。これダメなんですよ。必ず行かなきゃいけない。はい。っていうことがあります。で、 これ僕あくまで勝手な憶測ですよ。誰かに言われたわけでもなければ聞いたわけでもないですけども、今回飲食出なかったじゃないですか。あの、さっき言ったベーコンとかですよ、飲食、出なかったじゃないですか。あれも、あの、多分本当ごく少数ですけども、心ない意見、心ないメッセージっていうのがあ,のあったんじゃないかな。うん、です。 それに対応しなきゃいけなくて対応しきれないってなるとああじゃあもうやめましょうっていうことでなくなっちゃったんじゃないかなっていうふうに僕はあのー、ちょっと感じたんですねはいあのー、こんなことばっかり続いていくとあの楽しいイベント自体が次行われなくなってしまうと僕は思いますはい もしかしたら今もギリギリなのかもしれないあの関係者の人はですねあの非常な苦労を強いられてなんとかここにこぎつけたのかもしれないはいでそれをあのー、後押しあのー、こういう楽しい場をですね、えー、これからも、あのー、続けていこうっていうふうになるにはですねやっぱりそのやっててよかったっていう意見その賛成意見っていうのは圧倒的多数である必要があるんです過半数じゃ甘いです はいあのー、嫌がらせのですねあのクレームメールみたいなのが、の割合が増えてくるよなと、多分もうダメになっちゃうと思う、もう1割ぐらいいった、いや5、5%ぐらいいっただけでも、多分もう、あのー、縮小傾向になってしまうと思うんですよね。はい あの別にその僕は何かこうですね、あの誰かに何か言われてこういうことを言ってるわけじゃないです。はい、ただ、こうしたですね、あのインターネットで広がりを見せるあのイベント、そしてですね、織本先生のこの爆音という漫画、アニメ化します。で、どんどんメジャー化していく、はい、どんどんメジャー化すると、見てる人も増える、見てる人が増えると、その中の本当、ごく少数の割合の人の中には、変な人もいる。で、そういうことに押されていくと、あ、昔は、 ねまだ有名になってない頃はこんなイベントがあって楽しかったねとかこんな看板出てて面白かったねっていう昔話になっちゃうのが本当にもったいないと思うんですよ昔話になるか分かんないですよもしかしたら、ね、次の,あの企画もこうバンバン進んでるかもしれないですよ分かんないですよ、ええ、分かんないけどあのこれ僕本当に勝手に感じたことだけを話してますからあの問い合わせたりしないでくださいよ、はい、僕本当個人一参加者としての意見です はい、あの一参加者として参加してあの、皆さんのモラルがすごくいい、参加者の中に変なことを言う人、絶対1人もいないと思う、はい、みんなマナーすごくいい、プロテクターガシガシつけてて、もう変な格好で乗ってる人も変な暴走行為をする人も誰一人いなかった、はいで、皆さんすごく楽しんでたし、やっぱそれをですねあのそ、それが素晴らしかったからこそ、この先の次のイベント、その次のイベント、もしかしたら派生していくかもしれない。そううしたものにこう つなげていければいいんじゃないかなっていう,ふう。風にあの深く感じたんですね。はい、ネットっていうのは広がるのは。あの広がる時っていうのはすぐバーンって広がります。ある意味簡単に広がってしまうんですよ。はい。ただ、あの成長の仕方っていうのは勝手にいろんなこう。成長の仕方をして、それは現実の世界に対してこう。 効果を表すときっていうのは必ずしもいいものが表わ表れない。いいものが出てくるのでネットってすごく遅いんですよ。はい。もう誰かの不満とか文句みたいなのが先ばって面白いからあのー、出てしまう。 そ,れそうなってしまっては非常にこうもったいないなと思ったので、えー、ぜひです、ねはい、また話戻りますけれども今日参加して楽しかったためになったよかった次はもっとあれしたい飲食ブースも出してほしいとかですね、はい、そういうのがあったらですねあのぜひ、あのー、この爆音のです、ねあのー、開催した主催してくれた東京都 えー、警視庁やです、ねえーこのえー、建設事務所さんとかです、ねこのあのお、どこかメールアドレスに載ってるはずです。はい、そこに対して、えー、感想、コメントを送ってくれればなというふうに、えー、思っています、はい。僕もこの後送ろうかというふうに思っています。今日ですねあの、これ当たったんですよ。はい、抽選会やってました。はい、抽選会やっててです、ね、あのラッキーなことに僕もこの新井の帽子、あの65番で当たりました。 はいよかった、ねあのー、でこれあの、皆さんは多分気づいてないし、知らないと思うんですけど、あのー、最後はですね会場に残って、ですね一生懸命、あの1人であのこれのくじとか、あやって配ってらっしゃった方は、ですね、あのー、今回の、今回とか、毎回ですよ、この爆音のイベントに対して、非常にこう骨を折ってらっしゃる方なんですよ。 まあ、み多分ね知ってる人はいないと思うんですけどもあのでも、一生懸命1人でさばいてたあの姿皆さんご覧になっていると思いますあ,のああい,う,ああいう,こう一つ一つのこまこまとしたですねあの積み重ねで、えー、イベントが成功しているっていうことをちょっと言いたかったです、はい、そんな感じであります。 えー、というわけで,ですねあの偉そうにちょっと喋っちゃいましたけどあのもしほ本場もんの関係者の方がご覧になってたらあの名前聞いて申し訳ありません、はい、あの変なことは言ってないと思います。はい あの今回、ですね本当にこうしたあのイベントをあの主催、開催、成功、おめでとうございます、そしてあ,のありがとうございます、今後、次のイベントも楽しみにしてますんで、えー、どうぞよろしくお願いします。というわけで、ちょっと長くなっちゃいましたけども、あの今日の爆音のイベントですね、えー、総括としてお話をさせていただきました。皆さんどううもありがとうございいままますす、ま、たよろししくお願いします